大人の対応って他の国に通じなかったりするので、一言バンって反撃して、あとはスルー無視してきてんけど、それがやっぱり一番かなって思った記事。レコードチャイナ2020年3月4日、キム・ジョンウン妹が韓国大統領府に低能バカ3歳児韓国ネット反論一つできない文大統領反論一つできないって書いてるけど、こういうレベルの低いバリ雑言に対しては、いやそれお前のことやろぐらいでとどめて、あとは無視するが一番やと思います。まあ私は相手にせず聞こえるように悪口言うて楽しんでたタイプやねんけど、そういや裁判所の廊下で大きな声で聞こえるように相手の悪口言うて、聞こえるやんって注意されて、陰口は良くないから聞こえるように言うてるだけやねんけどってやってたことあるわ。とにかく敵の心を怒りマックスにして差し上げて破壊していくのが手っ取り早いと思ってたから、それによりこっちは楽しく過ごせて、相手がイラ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 大変やったと思う。記事によりますと、2020年3月4日韓国チャンネル A によると、北朝鮮のキム・ジョンウンの妹キム・ヨジョンが韓国大統領府を低能な考えに仰天すると非難した。副部長のキムが直接非難する談話を出したのは今回が初めてという。キム・ヨジュンっていうのは朝鮮労働党第一副部長やねんなまあチラさんって低能とかよう使ってるから、こういうこと言われるのがめっちゃ嫌みたいやな記事によると、キム・ヨジュンは北朝鮮が2日に行った超大型放射砲と呼ばれる被写体の発射について、大統領府から強い遺憾の意図中断を求める声が聞こえてきたことは実に疑問に思わざるを得ないと述べたというまた大統領府とムンジェイン大統領を名指しして、事実大統領府の行動は3歳の子供と大きく変わらないとし、吐き出す一言一言振る舞い一つ一つが全て馬鹿げているなどと非難。さらに韓国軍の戦力増強についても批判を展開したほか、今月に予定されながら延期となった米韓合同軍事演習については、南朝鮮で荒れ狂う新型コロナウイルスが延期させたとし、平和や和解に関心がない大統領府の者たちが決めたことではないということは世の中に知られている事実だと主張したという。大統領府はキム・ヨジュンの談話について特に立場を表明していないという。韓国の大統領府って今は北朝鮮系のスパイ、赤い人たちなんやろな。キム・ヨジュンが出した初談話に韓国のネットユーザーからは、自国の大統領がこんなに非難されるのは気分が悪い、国民の自尊心を傷つけられた、バカという表現は良くないなど批判的な声が上がる一方で、北朝鮮を擁護する意見もありました。いかかつあい。半島の人たちを観察していると、常に上から目線で、低能とか言うてやってるけど、きっとそう言われるのが、いや、最大級の嫌味やねんやと思う。3歳児とか言うてる。かなり幼稚。奴らにとっては、最大級の嫌味、ボキャブラリー少ないんやろなと思うねんけど、喧嘩戦争においては相手の立場に立って、いかにすれば心を折れるか砕けるかを考えないといけないのね。だから、こういうのの知り合いをよーく観察して、うわ、めっちゃ幼稚とか思いながら楽しんでたらいいと思うのね。で、もし自分に降りかかってきたら、大人の対応とかせずに、ちょっとランク落としてあげて、同じ目線に立ってあげて、反撃した方がいいと思うんです。そうしないと心に響く思い出に残る言葉を、届けてあげられないと思って私はやってきました。しかしあとは一切の無視スルーが一番です。なぜに私がこのようなえげつない性格になったかと言いますと、上京した時に、東京行った時に事務所に入ることとなって、事務手続きのために事務所入って、そこで待っててくださいって言われて座ったら、ノーメイクのちょっとブサイクなおばはんが、あなたお客さんじゃないんだから、お茶入れないわよ。って、言われて。いや、いらんけど、なんちゅう事務所や。
うわ、なんやこのババアとか思って、まあ、とにかくびっくりした。で、こんな事務所入りたくないし、えげつないの雇ってんなと思って、で、その時、バブル崩壊したぐらいで、まだ私若いし、おしゃれやったんですよ。このおしゃれっていうのは、大阪のおしゃれやから、派手。で、なんか知らんけど、なんやあの派手な女っていうことで、めっちゃ罵られててんけど、もうほんまのおばはのおかげで、入りたいなと思ってた事務所じゃなくて、事務所入っとかへんかったら、ちょっと仕事できへんのちゃうっていうことと、仕事ゲットするにはそこを通すしかないって感じやってんけど、クビになったおかげで、直接仕事ゲットできたって形やったから、まあ、あのおばはんには感謝してんねんけど、変なおばはんと後で同業者に攻撃されたり結構したんで、攻撃されると血騒いで反撃すんねんけどね。ある仕事で2番目に偉い人が私に、まあ私のこと真実さんにしとくわ。真実さんは自分から攻撃しないけど、攻撃された時の反撃は本当恐ろしいよねって言ってはって、私はストレス全くなしでちょっと嫌味をポンと言ってってなってるのをニヤニヤ見てて、そしたらスタッフに当たり出しはんねんね。で、そうこうしてると次の週の会議に出てこなくて、どうしたんって聞いたら、やめていただきましたとか、そういうのがあって、結構戦いの連続やったんです。多分ちょっとうちらと違う種類の人と戦わざるを得なかったんやと思います。しかし今ミサイル撃ち込まれてもそれどころやないねんって感じですね。今世界中がパニック大忙しやから、どんなにこっち見てってやっても無視スルーされるんでしょうね。北トランプ大統領は北朝鮮どころやないし、そのうち韓国はデフォルト再び、あっちゅう間に1年過ぎて、あ、忘れてたってなのかな、どうなるんでしょうね。ちなみに3月20日人類滅亡の日っていう説がございます。マヤ暦の計算ミスでインド暦が終わるから3月20日に人類滅亡らしいですよ。ノストラさん的な